栗山紙芝居。昔々、三人の尼さんがいました。尼さんとは、女の坊さんのことです。三人は、福井県小野市の有山に修行に来ました。山には住む家もなく、狩りなどもしてはならないので、食べるものは草や木の実しかありませんでした。でも、三人は励まし合っていました。中でも一番年上の尼さんは、笑顔が美しい人で、信仰に生きることは素晴らしいと感心していました。ある時、不思議なことに空から三つの虹が降ってきました。自分たちの日頃の努力のご褒美として、神様がくれたと思って、感謝してありがたく食べました。それから毎日毎日空からおにぎりが降ってきました。三人は一人一個じゃ足りないと言って、おにぎりをもっともっと食べたいと考えるようになりました。ある日、一番上の尼さんと真ん中の尼さんが、一番年下の尼さんの命を奪う計画を立てました。そして、二人の尼さんが一人の尼さんを谷へ落としました。その時、これで一層おにぎりが食べられると思い、二人はワクワクしました。次の日、またおにぎりが降ってきたところに行くと、一つしか落ちてこなくなりました。やがてもう一人の尼さんが仲間の命を奪ったことを悔いるようになりました。それでも一番年上の尼さんは、もう一人の命を奪うことで独り占めできるかもしれない。と思って真ん中の尼さんを殺しました。そしておにぎりの降る場所へ行ってみると、それ以来、おにぎりが降ってくることはありませんでした。年上の尼さんは、お腹を空かせながらゆらゆらになって山を降りました。この話で、飯が降る山と書いて、イフリ山というようになりました。尼さんが降りてきた山のふもとを、ヤードと言います。T 字の形の杖を持って、ゆらゆらと降りてきたことから、ふもとを、チョウと書いて、ヤードと呼ぶようになりました。もし、